はい、ガジャマルです。今回は Pixel 7 Pro、Pixel 7の安く買う方法です。予約注文すると特典として Pixel 7は21,000円分、 Pixel 7 Pro は35,000円分のストアクレジットがもらえます。それから下取りに端末を出すと最大で 61,500円の割引となります。言葉では分かりにくいので表にまとめました。こんな感じです。 Pixel 7 Pro の場合は端末代金が 124,300円で、予約特典のストアクレジットが 35,000円分もらえます。それに端末下取りで最大 61,500円の割引になるので、実質価格 27,800円というわけです。 Pixel 7 の方も同じ感じで、端末代金が 82,500円、それに予約特典で 21,000円分のストアクレジット、それから端末下取りで最大 61,500円の割引となり、実質価格は0円というわけです。ここで注意点はこの下取り価格にあります。最大で 61,500円の割引なので、端末によって値段が変わります。一番お得な端末の下取りは Pixel 4なのですが、予約開始と同時に2万円ほどだった Pixel 4が中古市場から一瞬でなくなりました。下取り端末がない場合は中古端末を買ってでも下取りに出すと割引が多く受けれます。もう Pixel 4の中古はまず買えないので、次にお得な機種は iPhone 11です。ですが中古価格が意外と高く4万円ほどするので、もし見積もりで満額いかなければ査定額が 41,885円からとなっているので、これは微妙なところです。そんな時にイオンの UQ モバイルで絶好のキャンペーンを見つけました。 iPhone 11が一括 18,000円です。他社からの乗り換えが必要で維持費はかかりますが、 iPhone 11の一括 18,000円は安いと思います。iPhone 11を UQ で一括購入して下取りに出した場合はこんな感じです。これは Google の査定額が満額の場合となっています。査定基準がわからないので、減額されることも考慮しておいた方がいいと思います。この場合の Pixel 7 Pro の値段は 45,800円で、Pixel 7は 18,000円となります。これで結構安く購入することができます。注意点はこれは実質の値段ということです。特典のストアクレジットは次回購入時に使えます。それに先ほども言いましたが、 Google の査定基準が不明なので満額いかないということも考えられます。ちょっとリスクが大きいですが、気になる方はガチャ感覚でやってみてもいいんじゃないでしょうか。ガジマルもやってみたいんですが、今すぐに乗り換えられる SIM がないので見送りになってしまいそうです。それから責任は取れません。自己責任でお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が参考になったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC、ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。